来たんだけど。あ、チャム、クラゲチャムありがとう。なんかなんか氷になってた。ありがとう。ペカリペカリ、あ、全部つけちゃった。こんばんは、こんばんは、こんばん、こんばんは、こそばん、そこ。すごい、何、氷フェアなの？すっごい、なんか全部のギフトが凍ってるんだけど。氷何？あ、岡田さん、I love you、ありがとう。I love 岡田さん、ありがとう、岡田さん。なんでこんな凍ってるの？氷フェア、こんばんは。まとめ髪、かわいい。ね、今日はね、お団子にしてもらった。私のさ、髪がさ、そんなに長くないからさ、こういうのさ、ちょっとやりにくいかなって思ったんだけどさ、綺麗にやってくださって嬉しかった。でもちょっと踊ってちょっとパサパサってなっちゃったけど。今日も歌うますぎて泣いてた。本当？なんか今日は割とうまく歌えたかな。どうだろう。くまくこんばんは。にゃん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 。自分では分からん。いつもと同じな気がするが、そう言ってもらえてハッピー。なんかさ、マジでさ、目がさ乾燥すんだよね。もうこれコンタクト変えないとダメなのかな。あ、ハジさん、 I love you、 ありがとう。 I love ハジさん、ありがとう。ハジさん、 I love ハジさん、ありがとう。さっきからさ、目薬をさ、めちゃめちゃさしまくってるんだけどさ、もう目がカピカピでね、やばいんだよね。スペイベ福岡に向けてうちわ作り始め、やったー、嬉しい。あ、なんか大阪と福岡のね、当落が出たよね。嬉しい。みんな結構大体当たったよーって、当選したよーっていう報告がね、いっぱい来て嬉しかったよー。あ、受かってん、星いっぱい、ありがとう。受かってん、キラキラー、ありがとう。受かってん、福岡寮バタってたよ。ああ、そうだよね、なんか見たよ。また会えるの嬉しいね。私も嬉しい、嬉しすぎるわ。楽しみだなね。六本木盛り上がったよ。うん、星の鳥、何より、明日行きます。あ、ありがとう。明日もね、楽しみだ。明日はあれだ、あの TGG で品川楽しみ、嬉しいね。明日髪型どうなるかな、髪型どうなるかな。あ、すごい、本当になんか目がやばい。コンタクト変えようかな。でもさ、もうケチだからさ、コンタクトをなんか外して、わざわざ今から新しいカラコンをつけて、でも結局夜外すのもったいないと思って。え、一回さ、このさ、ついてるコンタクトを外して、目薬をさして、もう一度つけたら衛生不衛生？
このいなんかさ、もうこのコンタクトの上からは何回もさ目薬をさしてんだけどさ、もうなんかカピカピするんだよね。ちょっと待って。よいしょっと。ちょっと一回外してやってみるわ。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。イケボじゃない今の。ちょっと待ってて。コンタクト外してくるから。ちょっと待ってて。どうしたらいいんだろう。復活したかも。なんか今右目だけやったんだけどさ、すごいいい感じ。ちょっと待って。やばい、復活した。やっぱ目って大事。復活してないかも。なんか目が曇る。なんか目の前が曇る。まあいっか。いや、よくないか。なんか曇る。ちょっと待って。目薬さしてみた。やだよ、カラコンがないと生きていけないよ。カラコンがないと生きていけないよ。家でメガネ。この中入ってるかな。入ってなかった。あれ、私のメガネどこだ。おっと、どうなってる今。すっごい汚いレンズ。まあいっか。はあ、最悪な感じの顔になってる。あ、ラブミージョイさん、ありがとう。 I love you。 I love ラブミージョイさん、ありがとう。くーま、くーま、かわいい。どう強いのかな。私これマイナスマイナスマイナス 2.5 ぐらい。だんだん悪くなってきてるね。あ、エミューさん、ありがとう。クマの氷漬けのクマありがとう。エミューさん、ピカリピカリ。マイナス 6？ やば。マイナス6ってそれさ、コンタクトレンズ売ってるの？なんだってアイドルなんです。マイク持っちゃえば笑顔で。なんだってアイドルなんです。愛を全力で歌うのだ。あなたに届くなら
普通の人生とか投げ出してもいい心の恋人でいいさせて青春の全ページを捨てて虹の空に捧げてるけど両思いだってずっと信じてたいから繋ぎ止めてたいよララララララ夏だもん夏だもん本当に夏だった今日マジでさ暑くて倒れるかと思ったやばくないてかさあんな暑い中でさ本当に何時間とかさ待ってくれてる人やばすぎるんですけど本当に本当にありがとうありがとうってかねもうね尊敬するなんかもうすごいあの体力が私ニアジョイ私たちのねあの5億倍ぐらい体力がある本当に本当にすごい私たちはもう30分歌って踊っただけでねもうね汗がやばかったもう本当にねあのなんかサウナかなっていう感じサウナに来たかなっていうぐらいのね汗だった Ooh singing dancing one more chance You do me do just to be honest Ooh singing dancing one more chance You do me doJust be honest せーのえライトマジ熱かったよあの後ろの方ねあのお水あの MC が一回あってお水を一回飲みに行ったんだけどお水がさライトの前に置いてあったのそれで座ったらさライトからのさ熱がブーンって顔に来てさヒーターかと思ったねでもライトがあってステージにライトがあってキラキラにしてもらってありがたい嬉しかったよえ楽しかった本当に超絶楽しかったよみんなのことがいっぱい見えたペンライトいっぱい見えたよ本当にマジでね全員見つけたと思うこれ毎回言ってる毎回言ってるけど全員見つけたと思う青春の全ページを捨てて虹の空に捧げてるけど両思いだってずっと信じてたいからつなぎ止めてたいよララララララ夏だもん TIFF の時ってネームボード持っていいのかなネームボードうちらみたいなやつかなボードみたいなやつえもちろんだよもちろんえてか持ってきてくれるのてか TIFF 来てくれるのもう嬉しい本当に嬉しい絶対に持ってきてうちはでもなんでも TIFF ってさあでも夜か私たちの出演時が夜かだからペンライトもね持ってくれたら嬉しいもちろん楽しみ方は人それぞれですよ人それぞれなのでどんなグッズどんなお洋服どんな格好で来てくれても嬉しい寄付はね多分配信もあるから遠くに住んでて行けないよとかね都合が合わなくて行けないよっていう方もねぜひぜひ配信サマステは配信あるのかなちょっと分かんないけどサマステはさお誕生日だから誕生日だからぜひぜひぜひ会いに来てほしいな邪魔してえティフは絶対配信あるよえ嘘えないのえ今年は配信ない嘘でしょえティフの配信がないことなんてあるのえそれ史上初じゃねえちょっと待って嘘なんでなんでえどういう事情なんか事情があるのかなえ、ティフに配信がないことなんてある？え、嘘。マジで言ってんの？信じられん。あ、マサさん、ありがとう。ごめんね、読むの遅くなっちゃって。この氷漬けのクマさん。え、これ読んでないよね？読んでないよね？氷漬けのクマさん。ありがとう、マサさん。ありがとう。あー、んー、ニコニコ。へえ。え、ちょっと待って、右目のコンタクトがちょっとまたおかしくなってきたから、右目だけやり直してもいいですか？
え、そうなんだ。ないの？え、マジでガビーンなんだけど。本当に言ってる？え、サマステがないかな？え、なんかさ、去年さ、出演させていただいたさ、あの六本木ヒルズアリーナみたいなさ、あの今日のステージのところでさ、なんか歌バースフェスみたいな、それは配信あったよね。なんかいつ配信があるんだろう。よいしょっと。今コンタクトつけてます。え、悔しい。目薬がうまく刺さんない。なんでだろう、なんか目薬が悪いのかな。なんか右目がおかしいんだけど、なんでだろう、なんかおかしくね。まあいいや。だってさ、ケチだからさ、このさ1時間とかの2時間とかの配信のためにさ、新しくコンタクト使ったらさ、もったいないじゃん。もったいない、もったいないばあさんになっちゃうよ、マジで。もったいないばあさんっていう絵本知ってます？もったいないばあさんという絵本さ、なんかさ流行ってたんだけど、小学生の時。もったいない、もったいない。あ、ちょっと待って、このさ名前読むのちょっとさ抵抗あるんよ。この名前読むのさちょっと中島さん、中島さんありがとう、ありがとう。I love you がいっぱいだね。ケッティ来たって言われてるやん。I love you、 ありがとう。I love、 I love 葵さんですか？私も I love、 I love アンさんです。なんで改名したの？中島健人アット大西葵ちゃん大好きで私も大好きだよ私も大好きだよ。今日もなんか楽しそうで嬉しかった。なんか言ってたね。 何言ってたのあれ。なんかさ、あの夢見るアイドルかな、なんかすっごい、なんかすっごい叫んでて、なんかおお、とても元気って思ってね、嬉しかったよなんて言ってるか分かんなかったけど嬉しかったよえ、なんで？じゃあ、明日とか TIFF とかライブいっぱいあるんでね、そこで頑張って聞いてみよう。なんて言ってるのかな。いっぱい目があって嬉しかったです。ちょっとさ、聞きたいこととか話したいことがいっぱいあるんで、ちょっとお話が楽しみにしてます。明日もまあ来てくれるか、来てくれるのかな。でもさ、なんか嬉しいよね、やっぱ絶対にいてくれるからさ、絶対にいつでも会いに来てくれるから夏始まった、明日からもよろしくこちらこそです。え、超楽しかった。え、あんなさ、あ、でも今日お仕事だったのかな。お仕事お疲れ様です。本当に偉い。大学生も頑張ってたのかな。大学生もの時のワヌさんも好きだけど、社会人ワヌさんも大好きだよ頑張ってて偉い。夏楽しもうね、いっぱい今年も思い出作ろうね。来年も再来年も、ちょっと喋りすぎちゃった、恥ずかしい。来年も再来年も500年後ぐらいもよろしくよろしくお願いしますはい、はい、ということで、あ、梅太郎さん星いっぱいありがとう、キラキラー。
嬉しいね。本当にね、今日ね、なんか暑すぎてね、倒れるかと思ったけどね、楽しかった、すごく。やっぱさ、野外ライブって楽しいよね。くまくま、やっぱ目腫れてる、なんかさ、コンタクトがおかしいんだよね。なんか汗がさ多分目に入っちゃってさ、でも変えてなくて、あ、公開告白された嬉しい。でも私はちょっと恥ずかしいので、二人の時にね。仕方ないけど毎度会場遠い。そうだよね。で私もね、マジで北海道行きたいの。ってかさ、これずっと言ってるんだけどね、あのマジで北海道に旅行に行きたい。北海道行きたいよ。あのね、これもずっと言ってるんだけど、なんだっけ、旭山動物園に行きたいの。旭山動物園、ああ白熊さんに会いに行きたいな。なんだってアイドルなんです、マイク持っちゃえば笑顔で、なんだってアイドルなんです、愛を全力で歌うのだ、あなたに届くな、普通の人生とか投げ出してもいい、心の恋人でいいさせて、青春の全ページは捨てて、虹の空に捧げて。だけど、え、生自身売るの？みんな行かないで、行かないで、待って、タワーが来て、ちょっと待って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 、え、可愛いんだけど、え、待って、白クマやん、え、可愛い、可愛い、え、なにこれ、可愛い、ありがとう、エミューさんだありがとう、エミューさん、白クマだーって嬉しいね。今日めっちゃ見えたよね、あんなに暑い中本当にありがとう、めっちゃ目合った、嬉しかった本当にね、本当にね、エミューさんが見えるとなんか安心するよねね、道こうよね。エミューさんとさ、マジでさ、あのニコニートークしたいんだよね。あのニコニー推しの先輩としてさ、ニコニー、ニコニーについてさ語ってほしいんだよね。マジでニコニーかわいい、お互い頑張った。そうだよね、本当にさ、私たちは30分ぐらいしか外にいないけどさ、みんなはさどんぐらい待ってくれてるのかな、ちょっと分かんないけど、何時間とか待ってくれてるのかな。本当にやばい、ありがとうね。語りたいよね、エミューさんにさ、なんか教えてほしいんだよね、いろいろとえ、9時間待ってたの、え、睡眠時間じゃん。え、私今日9時間ぐらい寝た、ん、9時間ぐらい寝たかな、9時間ぐらい寝た。え、私がさ寝てる間のさ、ずっとさ、あの暑い中さ立ってさ待ってたってこと、やばすぎ、本当にありがとう、やばい、え、信じられなくてやばいんだけど、え、9時間、私さ、あのさ、ディズニーのさ、あのディズニーとかでさ3時間ぐらい並ぶだけでさ、なんか私は今何をしているんだろうって気持ちになってくるんだけど、待ってるの私、本当に優しいね、優しいな、ありがとうね、あー嬉しいな本当にいつもありがとう夏8月18日結構長い、あ、嬉しい、本当に8月18日なんだっけ、夏の夏服かも、夏デートだ夏デートしようね、イエ、ありがとう、嬉しい、
ばんは。にょ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 ライブ行きたいよ。ライブするのも楽しいけどさ、ライブ行きたいんだよね。カキカキ。マジでさ、アイドルさんのライブ行きたいな。私を見てなきゃ。にょ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 。はじめましてだって。はじめまして。あやや、あ待ってね。あゆさありがとう。氷漬けくまさんね。これさ、なんかちょっとかわいそうなんだけど、なんでこんな氷漬けにされてんの。ゆさありがとう。くまぺかりぺかり。あ、ちあちゃんもありがとう。くまありがとう。ちあちゃんぺかりぺかり。あ、まっつんもありがとう。こ氷漬けくまさん、くまありがとうね。ぺかりぺかり。かわいいな。今日もモフモフだね。行かないじゃ行けなさそうだから、配信あるといいな。絶対ある、絶対あるよ。ないわけないじゃん、イコノイジョイの配信が。楽しみ、頑張るんば。私生誕祭行けなかった、本当に涙が止まらないかもしれない。気合いる。え、絶対当たるよ。絶対みんな当たる気しかしないんだけど。だってあの都内某所でしょ。なんでさ、あれさ、なんか隠してるんだろう。あれさ、なんか古刹とかの時もさ、ずっと謎なんだけどさ、なんで場所隠してるの。あれ都内某所でさやるでしょ、あれ。だからさ、なんかしかもさ、青さん推しメン登録してる人しかさ応募できないんでしょ。え、なんで言えないの。にょ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 、こんばんは。え、少ないかな。だって私一人でやってさ、逆にみんな来てくれるのかなってさ不安なんだけど。え、どうする。え、どうしよう。3人ぐらいしか来てくれなかったら泣いちゃうんだか。20人ぐらいは来てほしいな。一緒にパズルするのかな。で、私さ、あのイコノイジョイパズルめっちゃ下手なんだけど大丈夫。そっか、そうだよね。なんかさ、なんかゲームをめちゃくちゃなんかもうぬるま申しんで頑張ってくれた方たちがなんか招待みたいなのがしてたよね。嬉しい。なんかあれさ、抽選なのかなって思ってさ、なんかぬるま申しんで頑張ってくれた人たちが当たんなかったらどうしようってさ、マジで心配してたんだけど、なんか当たってるっぽくてよかった。にゃー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 にゃ。なんかパ
ズルできるかな。でも私つむつむめっちゃうまいんだけど。え、私さマジでつむつむさ本当に強くてさ、でも最近やってないからちょっとなまってるかもな。私のつむつむの最高スコア知ってる？何点だと思う？つむつむめっちゃ下手ですぐやめちゃった。本当に？なんかさ、でもさやっぱ強いのがさガチャガチャで来てくれないとさなんか難しいよね。あとなんか強くなるまでに時間がかかる。なんか最初の方はこうコツコツやんないと。え、1億5000万。そう、私シンデレラ使いなんだよ、ね、シンデレラのスキルを上げまくって、でもめっちゃ課金したの。めっちゃでもないか、課金したのだからね強くなったの。恥ずかしいですわ。なんか弟がさ無課金で頑張ってるんだけど、てかなんでさ中学生ぐらいの年齢の子ってさみんな一旦つむつむを通るんだろう。私もさ中1の時ぐらいの時かな、中1ぐらいの時なんか学年でつむつむが流行ってさなんかやってたけどさ、それでねなんかしばらく離れてたけど半年前ぐらいからねまたやったらめっちゃ強くなった。あ、LINE？ そっか、あ、そういうことね。え、そう、それで私ね、なんか、弟が無課金で頑張ってるんだけど、なんか強すぎて、私強すぎて、その弟が、もう、渾身の、一戦で出した、高い、何百万とかの記録を、私1億ぐらいなら結構すぐ出せちゃうから、そのランキングがさつながってる友達と の表示されるじゃん。なんか弟を一瞬で越してしまうことがなんか本当に心苦しくて、なんかごめんねってごめんねっていう気持ちになるの。申し訳ない、心が苦しくなる。だってさ無課金でさやってさ、あ、やっとなんか800万とか出たって思ってさ、そのランキング上位になった次の日にはさお姉ちゃんにボコボコにされてる。え、ちょっと兄、私ね兄とね個人ラインちょっとブロックしたかな、あれもう解除したかも。あれちょっとね、なんか、ちょっとね、繋がってるか分かんない。ちょっとね、いや、多分ね、もう解除したと思うよ。ちょっとね、ちょっとなんか、大丈夫。大丈夫だよ。だって私、兄でも最近は兄のことを名前で呼んであげてる。なんか「おい」おいとかさ、なんかこう疲れてさ帰ってきたりしたのにさ、なんか「おい」とかさなんか言ったらかわいそうかなと思って、そのちゃんと名前で呼んで「どいてくんない？」って言って、「そこちょっとどいてくんない？」って。ちょっと厳しいかな。なんかね、違うんよ。なんかすごい冷たくて、冷たいよねやっぱりと思って、もうちょっと優しくしてあげないとダメだよねと思って、なんか兄弟なんだしさ、もうちょっとね優しい関係でいかないとってさ思う時もあるんだけど、
なんか次の瞬間にはなんかもうイライラしちゃって、なんかその手のひらくるくるって感じだって。この間のさ、この間のショールームでさ、私の部屋のドアの目の前で六甲おろしの替え歌を流し始めた。その時見てくれてた人いるかな。おかしいよね、配信するって言ったんだけど。え、そう、私のドアの真横、マジでね、六甲おろしね、もう六甲おろしね、本当にね、なんか六甲おろしに罪はないんだけど、六甲おろしをなんかもう家で聞きすぎて、なんかもう本当に帰ってくるなり六甲おろしを歌うの、もう本当にねしんどいんだよね六甲おろし。ちょっとねもうね NG かも。六甲おろしに何とかがどうかな、にょー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 、のー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 にょー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 、我ら阪神タイガース。もうさ、なんか本家聞いたことないんよ、アニバージョンでしか聞いたことないから。おーおーおー、阪神タイガース、レフレフレフ。私野球のルールわかんないんだよね。てか私家族の中で一人だけ野球のルールわかんないの、ちょっと悲しいんだけど。なんか野球、家族が野球好きだから、球場に連れてってもらったことは結構あるんだけど、もう私つぶつぶのアイス食べることにしか興味がなくて、つぶつぶのアイスをいつも食べてた。え、あれ美味しくない？あのつぶつぶのアイスさ、今売ってないのかな。にゃー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 。オフサイドって何？打って走って守る。ダブルプレーって何？聞いたことあるよ。カープね、私の小学校の時の、小学校の、私小学校さ、なんかさ、ちょっとマンモス校だったんだよね。4クラスあって、学年に。隣の隣のクラスの担任が、もうめっちゃカープファンだった。懐かしいな。でももう私たちの、私たちの、大の小学校の先生も全員移動しちゃったんだよね。まあそういうもんか、小学校の先生って結構移動多いのかな。あ、ごめんね、全然読んでなかった。うん、あ、しょうさんありがとう。くま、氷漬けくまさん、しょうさんありがとう。ぺっかりぺっかり。あ、ディバさんもありがとね。クマ、香り付け、クマさん。ありがとう。ペカリペカリ。ロコロシ。あ、4クラスってマンモス校じゃないのかな。え、でも待って、あのね、中高はね、もっと多かった。10以上あった気がする。10ぐらい。え、小学校でさ、4クラスってさ、多い方じゃないの？僕小学校6クラスあった。え、小学校で6クラスってちょっとやばくない？もう中学校高校じゃん。へえ。5クラス、結構多いんだね。普通
小学校で4クラスってめっちゃ多い方なんだと思ってた今の今まで。いや、私の小学校の時の担任の先生めっちゃ面白かった。え、懐かしい。え、小学校楽しかったよ。給食また食べたいな。もうさ、給食大好きだったんだよね。給食めっちゃおかわりしてた給食ね、あのね、何が好きだったかな、あのね、なんか芋餅みたいなのがあって、じゃがいも芋餅みたいなのがあったんだよね。小学生の時もモテてたなってモテないよ今もモテてない。あ、みんなから好かれてるか、嬉しいなで、私小学校の時はあれ、なんかね、でも子供の頃ちょっとわがままだったんだよね。でもそれは幼稚園ぐらいの時の話か。幼稚園ぐらいまではすごいわがままだったな。小学校の時はね、でも今より元気だったね今よりなんか自分のことをすごい明るい人間だと思ってた。中学に入って、あの、それはね、自分が勝手に思い描いてた幻想なんだと気づいたね。あの、明るい人間になりたいだけの暗い人間だということにね中学に入って気づいちゃったね、その心理に悲しいこと言っちゃった。え、揚げパン美味しいよね。揚げパン、なんかパン系ね。でもね、パン系全部美味しかった。あ、パスタがね美味しかった気がするな。なんかでも多分1年生が食べやすいようにめっちゃ短い、その1本がマジでこんぐらいの長さのね、パスタだったんだけど、それが美味しかった。ちょっと太めでこんぐらいの短いねパスタ、美味しかったな。それ俺じゃん、だって同じだね。中学ってそういう洗礼ありますからね。え、本当にそうなんだよね。でもね、でも中学はね、中学で楽しかった。いや、先生なんか大人ってすごいよね。いや、私はね、本当にね、中二病すぎて大人になりたくないなってね、1年前ぐらいまではね、本気で大人になりたくないと思ってたんだけどね。なんか大人、素敵な大人になりたいってね、思えるようになってるね。本格的に読書が好きなのいつから。あでもね、小学校の時から読んでたよ。え、あのさでも小学校の時は特定の本しか読んでなくて、なんだっけ、あのカッツとかいうなんか天才中学生集団と知ってる？あのカッツっていう天才中学生集団が事件を解決していくシリーズものの話があるの。え、めっちゃ面白いんだよ。それがめっちゃ面白くて、それしか読んでなかった小学校の時は。でもね、中学入ってから、そう、小説なんだけど、多分小学校とか中学生向けだからね、読みやすい。そう、青い鳥文庫のね本だよ。え、わかんないのしかない。え、カッツ以外何読んでたかな。あのね、何読んでたかな、思い出せない。なんかキキララみたいな名前の、絶対キキララじゃないんだけど、キキララみたいな名前の双子ちゃんがお菓子を作るお菓子作りのなんかシリーズの本とか読んでた。あ、なんだっけ、あのさ、なんかあのお化けが出る学校の、なんだっけ、あれなんだっけな、なんかね、でも全然怖くないやつ。
あ、ルルとララ、そうそう、あのルルとララのあのお菓子を作る本をめっちゃ読んでて、でそれ読みながらなんか休みの日になんかムースとか作ってた。で私ムースさ、ムース私一時期さ私の得意料理だったんだけど、えもう今作れない。え小学生の時ムースめっちゃ作りまくってたんだけど、そう絵がめっちゃ可愛いんだよね。何ムースって、なんでムース作ってたんだろう。そうムースの専門家だったんだよムースしか作れなかったなんでって感じだよね。あとね、何読んでたかな、かつ調べてみた15年出版でジェネギアを感じた。あ、そうなんだ、結構最近、最近でもないか、9年前。え、本当に言ってる。だって私さ小学校卒業したのさ2018年とかなんだよね。もう6年経ってる、やばすぎ。もう一昨日ぐらいにさ小学校卒業したはずなのに。あとさ知ってる、なんかさジブリのめっちゃでっかい図鑑みたいな本があって、マジでこんぐらいの図鑑みたいなジブリの分厚い本、え、あれさ全国の図書館にないのかな。それをめっちゃ読んでたよ。そう絵本みたいなやつ、それよく読んでたな。小学校の頃って何してたかな。え、そう、え、私ギリギリランドセル入ったよ。え、私のランドセルねめっちゃ可愛いの、あのね水色ベースにね縁がピンクなの、超可愛くない？ペンライトカラーなんだけど、まあ青じゃなくて水色だけど、マジ可愛い。え、ランドセルちゃんと6年通ってたよ。通ってた、背負って通ってたよ。私も水色だったランドセル、え、可愛いよね水色。水色も私水色当時好きだった、まあ、今も好きなんだけど水色すごい好きで、でもピンクも可愛いなって思ってたから、え、これ水色に縁ピンクじゃんと思ってね、可愛い、もう見た瞬間決めた気がする。私の友達がさ黒にさなんか刺繍とかがピンクだったんだよね。それでさ3年生とかの時は、あ、その子と初めて同じクラスになったのが小3ぐらいの時なんだけど、初めてその子のランドセル見た時はなんか女の子で黒って珍しいなって思うだけだったんだけど、だから6年生ぐらいになってそのランドセルの魅力に気づいちゃって、え、黒地に刺繍ピンクでなんかハートとかなんかキラキラストーンみたいなキラキラとかもついてて、え、可愛すぎと思って、え、そのランドセルをさ小一、違う、幼稚園のさ時点でさ選べる友達やばくない？自慢の友。今でもその子と仲いいよ。でもね大学がね、大学がちょっと遠くてね、状況の反対なんていうの、ちょっとね今離れて暮らしてんだよね、一人暮らししてんの。偉いよね、私絶対一人暮らしとかできないんだけど、私が一人暮らしなんてしたらさ3日目ぐらいにはさ本当に異臭放ってるわ、近所から通報されちゃうわ。え、私何にもできないよ。だって私さ電子レンジは使えるけど、でも私掃除機かけられる、料理できない、
オムライスなら作れるよ。なんだろうな、でもなんかさ本当にさ生活力はないんだけど結構ゴキブリ並みの生命力があるからなんだかんだ生き残れるかも。洗濯ダメだね、洗濯とかできないや私。でもできるようになんないとね。洗濯か、どうしたらいいんだろう、なんか不安になってきた将来。どうしたらいいんだろう。洗濯できない、アイロンかけられる、アイロンかけられる、なんだろう、あとそうアイロン、しかもあの生地によってちゃんと使い分けられるよ。だって私ね小学校の時ねなんか弟もまあ小学生だったから、小学校高学年の時に弟が小学校低学年ぐらいで自分の体操服自分のなんかにアイロンをかけるついでに弟の体操服もアイロンしてあげようって思ってアイロンかけたの。それで上の方は良かったんだよね、上の白いやつは生地的に大丈夫だったんだけど、下のさ紺色のさ、わかる、なんかちょっとツルツル系のさ、下体操服のさズボンってさちょっとツルツル、小学校のね、小学校の体操服のズボンってちょっとツルツルの紺色のやつ、それをさアイロンにかけたらさなんかさ溶けちゃったの、体操服が溶けちゃって、本当にどうしようと思って、私がね良かれと思ってやったことでね弟の体操服溶かしちゃったの、本当にね悲しかった。弟は優しいから何とも言ってなかったけど、まあ小学校の低学年なんてねまだぽやぽやぽやって感じだからね。ねえ、だからねちゃんとアイロンはその生地っていうかその素材によって使い分ける、アイロンをそのまま当てちゃいけないお洋服もあるんだなっていうことね、そこで学んだのそこで学んだんだよね。そうだよね、小学校楽しかったな、今も楽しいけどね、人生今が一番楽しい。小学校の頃何してたかな、大富豪やってた思い出しかないんだよね本当に。私の5年生と6年生の時の担任の先生がなんかすごい面白かったから、習い事何してた、何してたかな。でも私さ本当にさ続かなくて何も続いたことがない人生なんだけど、なんかこんなにねアイドルをね何今何年2年半ぐらい、もうちょっとそんな言ってない、え続いてるのマジで奇跡なんだけど、えてかさ私さ毎日コツコツやることなんてさ本当にできなかったんだけど、本当に何かを毎日コツコツやったことがなかったの。え毎日
お風呂ですらもう毎日継続して続けることなんてできないのに、その他のこと毎日できますかって感じだったんだけど、私ね何ボイトレとかね毎日やってる。なんかこういうこと言うとなんか練習してる、すごい練習してる自慢みたいで、なんかやだな、ちょっと恥ずかしいからやめとこう。多分好きだからできるんだよね。なんか本当に好きなことだったらさ、なんかできるんだと思ってさ、なんか感動しちゃったよね。この何も続けられない怠け者代表の私がこんなに何かを続けられるなんてと思ってね。もうモーメントはね好きでやってるから大丈夫。怠け者って結構可愛いんだよ。怠け者さ、実物見たことある？可愛いんだよ本当にね。のんびりして垂れ目で可愛いんだよ。全然尊敬しないで。ちょっと私本当に待って、尊敬されたらダメダメ。私本当に怠惰人間だから、次の日何もなかったら朝の6時前5時半ぐらいまで一生試験管の色を映すゲームをやって、アニメ見てなんかゴロゴロして、それで5時半ぐらいになったら寝るの。試験管の色を映すゲーム知りませんか？私あれさ本当に止まんなくて、あれマジ楽しいよ。でもなんか最近難しくなってきちゃって、多分ね私やりすぎてレベルがめっちゃ上がっちゃって、なんか難易度がね高くなってきちゃったんだよね。そう、広告とかで見てね、あのねウォーターソートパズルみたいなやつ。やってみて、ウォーターソートパズル。そう、広告に出てくるゲームってね意外と楽しいから。でもね最近はねちょっとね忙しくなってきちゃって、そんな忙しくないけどね、そんな忙しくないけど、本当に忙しい人に比べたらそんな忙しくないんだけど、ウォーターソートパズルかな、なんかソート分類するのソートかな、こう水を分けますよっていう。そう、なんか2周年コンサートが終わってから本当にニャジョイあんまりさ、なんかこう大々的な活動がいっぱいあったわけじゃなかったから、結構なんか時間があって、そのせいで私はアニメ漬けになってしまったんだけど、最近ねそれに比べたらねなんか時間がそんな暇人じゃなくなってきて、そう忙しいっていうことでもないんだけどね。いや本当に忙しい人とかさ、なんか私のさ、パパがさ、パパって言っちゃった恥ずかしい、パパ父がさ、なんか本当になんか最近忙しそうで、マジ4時間ぐらいしか寝てないんだよね。どうしたらいいと思う？なんかちょっと心配なんだよね。そうでもね、素晴らしいアニメにたくさん出会えたからね、アニメ見てよかった。でもねそれのせいでね最近私の TikTok ね配給しか出てこない。なんか配給のファンの人の動画がねいっぱい出てくる。ねえ
小学校の時はね、授業参観に来てほしくなさすぎてね、ちょっとあんまり仲良くしてあげないって思ってたけどね、高校生ぐらいになってからね仲良くなったよえ、マジで授業参観嫌だった。あ、お疲れおつーで、ありがとう、お疲れおつーお疲れあおつーだよー、ありがとう、ぺかりぺかり、お疲れお疲れ。にょ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 。なんかさ、最近夏休みだからさ、何、学校、小学校とか中学校とかの子がさ、こう夏休みに入って日中暇だからかな、日中時間があるからかさ、私普通に平日の昼間とかにカラオケに行くことあるんだけど、もう絶対いつも空いてるのに、この間行ったらなんか今なんか40分待ちですねとか言われちゃって、って思ってさ、びっくりしちゃった。みんなお休みだからさ、カラオケ来るんだね。え、いつも絶対空いてるの。パピパピ、今時の小学生ってカラオケ行くの？いや、私小学校の時行ってたよ、友達と。あれ小学校の時？中学入ってからかな。え、そう、しかも私はなんか最寄り駅に何個かカラオケあるけど、そのちょっと穴場というかあまり人気がないのかなみたいな、ちょっといつもかんこぞり泣いてる系の、ちょっと人少ないよねみたいなところが、ちょうどよくて、なんか居心地がいいからさそこによく行ってんだけど、そうだ、なのにいっぱいだったの、びっくり。え、どうしたらいい、これから。もう私はカラオケ行きたいのに。行きつけの穴場カラオケえ、ちょっとかっこいいでしょ。え、マジで私ずっと一人カラオケしてる。カキカキカキ、あ、ザオちゃん、クマありがとう。氷クマさん、クマ、ザオちゃんありがとう。ピカリピカリ。好きで好きで。好きすぎるから丸ごとの愛を今君にあげたいのだ。小さい頃から歌上手だったの？いや、そんなことないと思う。わかんない、どうなんだろう。でもずっとお風呂で歌ってた。だってさ、お風呂ってすることないじゃん。お風呂ってなんか響くからさ、なんか気持ちよくない？あおたん早く寝て、成長期だって。え、もう成長期じゃないよ、もうね、ずっと私ね、小学5年生ぐらいから身長変わらないんだから。あ、ちょっと変わってるか、小5ぐらいの時は
153センチぐらいだったかな。でも154ぐらいだったかな。本当にね、私小学校の時からね身長変わんないんだよね。高い方だった。小学校の時身長高い方だった。後ろからね3番目とかだった。それって高いのかな、後ろから3番目ぐらい。でもさ、結構さ、小学校ってさ身長順でさ並ぶこと多いじゃん。なんか私の友達がさ結構身長低くて前の方だったから、なんか一番仲良かった子がなんかさ、こうなんていうの、近くにいる子とさ喋ったりするじゃん。結構さ、その身長順に並んで移動とかさ、身長順に並んでなんか電光集会的なやつとかさ、なんかよくあるじゃん。なんで身長順だったんだろう。156センチってちょっとさ半端だよね。もうさ、なんか2メートルぐらいあったらよかったのにな。2メートルあったらちょっと天才バスケットマンになってたかも。天才バスケットマン大西になってたかもしれないね。みんなとはアイドルとしてじゃなくて、バスケットマンと、そのバスケットマンを応援してくれる、ファンのバスケットファンの皆さんとして出会ってた可能性もあるよね。バレーボール始めると背が伸びる？あ、そうなの？私バレーボール小学校の時さ友達に誘われたんだよね。小4ぐらいの時に友達、なんかバレーボールクラブがあって、近所っていうか、何、その同学年の子とか学校の子がバレーボールやってる、学校の子が結構習ってたバレーボールのクラブチームがあって、小学校のなんか誘われたんよ、友達に、そのバレーボールのクラブに入ってる友達に。でもちょっとなんか断っちゃったの。でも私さ、なんかそう考えたらいろんな習い事に誘われたことあるよ。私フラダンスに誘われたことある。フラダンスちょっとやっときゃよかったな。だってさ、アイドルでさ、なんか特技はフラダンスですとか言ったらさ、ちょっと面白くない？友達フラダンスやってた。おもろい。でもね、フラダンス結局私はやんなかったけど、友達の発表会ね見に行った。何だったんだろう。でもフラダンスってさ、こういうのだけがさフラダンスだと思ってたの。でもなんか結構かっこよかったよ。かっこよかった。なんかこういう動きだけじゃなかったよ。で、天才フラダンサー大西になったかもしれないよね。そう、結構ダンスって感じだったかな。2メートルあったらフラダンス結構入るよね。いや、2メートルあったら何でも入ると思うな。ね、特にフラダンスかっこいいよね。習い事ね、習い事ね、なんか特殊な習い事やっときゃよかったな。ルンルンルン。あ、剣道友達もやってた。何かを始めるのに遅いことはない。そりゃそうや。お水飲みたい。
少林寺拳法やば、少林寺拳法かっこよすぎでしょ。え、少林寺拳法私も今から始めるかな。ちょっとお水飲みて。え、少林寺拳法かっこよくない？てか少林寺拳法って何？少林寺拳法が何なのかわかんないけど、お水おいしい。え、合気道かっこいい。合気道やってたらよかったな。私家の近くにさ、なんか合気道場みたいなのあった。スポーツチャンバラ、私ふざけてしかやったことないチャンバラとか、なんかあのこんななんか風船でできたさ、あの細長いやつでさ、なんかパンパンパンって。フェンシングとかやってたらよかったな。特技フェンシングかっこいいの。空手ね、空手やっぱかっこいいよね。レノンとかもさかっこいいよね。せっかさん、せっかさん、ありがとう。くまさんタワー、 ありがとう。せっかさん嬉しい。ぺかりぺかり、わー嬉しい。ありがとう、今日も本当にありがとう。暑い、とても暑い中本当に嬉しかった。せっかさんのことが見えたよ。見えたよ、嬉しかったな。せっかさんも楽しんでもらえたかしら。嬉しいね。なんかあれ、一緒に過ごせる。帰宅途中で遅れちゃったけど今日はありがとう。めちゃめちゃやったね。ね、嬉しかった。ちゃんと無事にお家に着いた？私はちゃんとお家にいるよ。なんかあれ、一緒に過ごせる初めての夏だよね。本当に嬉しい。せっかさんとこれからもいっぱい思い出を増やしていきたい。あおさんはね、夏がね一番好きなのでね、大好きな夏をね、大好きなせっかさんと一緒に過ごせることがね本当に嬉しいんだね。だね、めちゃね、それだ。いや、どの季節もね、せっかさんと一緒にいれるならどの季節も楽しいんだけど、楽しいんだけどさ、やっぱ今日みたいな、いやでも今日みたいな暑い日はやっぱ待ってくれてる側からすると、しんどい、めちゃめちゃしんどいものもあるのかもしれないけども、私はやっぱね、夏のライブってすごい大好きだからさ、せっかさんがいてくれてすごい幸せだったよ。ね、思い出いっぱい増やしていこうね。いつも本当にありがとう。でもせっかさんにまた早く写真を撮ってほしいな。ぺかりぺかり、嬉しいな。これからも末永くよろしく。来年の夏も、来年の夏も、これからも絶対一緒にいたいです。じゃあありがとう。僕も早く行こう。あ、おしゃれです。嬉しい。ペカさんの撮ってくれる写真が大好きなので、これからもずっとよろしくま。あ、写真だけじゃなくてせっかさんのことも大好き。ありがとう、嬉しい。嬉しいわね、幸せや。やっぱみんなの顔が見えたり、みんなのペンライトが見えたりする瞬間が大好きだな。ライブって幸せなんだよ。ライブとお話し会が一番アイドルになれて幸せだなってね、思える瞬間だよね。確かに神田明神のところの階段走ろうかな。
にゃ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 。あおさんのネバギバが聞きたい。だあてね、カラオケ入ってんのかな。え、ネバギバ最近踊ってないからさ、踊れるかな。ねね、でもスペイベでやんなきゃいけないからさ。え、待って、踊れるかな。ちょっと待って、やばいやばい気がしてきた。だってネバギバ、今日を超えて耐え抜いた自分を褒めて、まだいけるならセンジャンプ、泣いたっていい、明日雨でも君はできる、努力信じてこの世界を生きろ、また会えるから、 We are with you、 じゃん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 、ちんちゃんちちちちゃんじゃん。想像以上に振りがアクティブでびっくりした記憶。え、そう、え、難しいのこれ。ネバギバの振りって結構細かくて難しいんだよね。めっちゃいいよね。あの振り付けしてくださった先生が、なんだろう、スパークルとかの振り付けもされてる先生で、すごい細かいんだけどね、細かい振りなんだけど、すごいね、なんだろう、きれいっていうか、なんか きれいに見えるんだよね、振りが。あと、だからとてとかかな、振り、あ、違うかな、だからとてとかも振り付けされてた気がするよ。シングルの曲直接見てないから楽しみ。え、楽しみにしてて。 SPV 来てくれるでしょなんか見てよね、楽しみにしてて。頑張って思い出すじゃん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 、まだいけるだろう、ジャンプ泣いたっていい、明日雨でも君はできる、え、ネバギバさ、振りコピむずいと思うよ、これ。踊るのむずいよね。むずいよね。フラジールぐらい簡単じゃないとさ、振りコピ、さあ、難しいよ。フラジールこれだけだから。心配なんだよ、フラジール。空の色、はい、何色か。はい、君に色し。え、ネバギバむずい。なんだろうね、ネバギバ、ネバギバちょっとね、振りコピやね、ちょっとね、ちょっと、ね、え、夢見るアイドル、でも夢見るアイドルもさ、結構細かい。ディスティニーが暴れてる、君が好き、ちゃん、でもね、でもね、内緒よ、必然だったなんて。ガイド、にゃ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 。ね、クリボさん、クリボさんの振りって可愛いよね。クリボさんの振りも可愛いし、クリボさん自身も可愛いすっごいね、お優しいんだよ。もう楽しい、振り入れがね、楽しいんだね。クリボさん可愛いよね、すごいお優しいからね。なんか合宿もさ、正直さ、なんかクリボさんがお優しすぎてさ、あの、自分の情けなさとか、なんか不甲斐なさに打ちのめされすぎて、めっちゃ泣いちゃったけど、なんか正直怒られるのが怖くて泣いたとかはね、ちょっとあんまりなかったね。明日も戦う、 Watch me, watch me。クリボー TikTok よく見、ヒゲの方好き。ああ、はいはいはい、名前言ってるのか分かんないけど、分かるよ。可愛い、笑顔がすごい、表情がさ、可愛い方でしょ。え、めっちゃお優しいよ。もうめっちゃね、振り入れなんか面白くて、みんなね、幸せ空間になる。あの先生が来てくださるとね、すごい幸せ空間になる。
でもね、私のことね、呼んでくださるときに、なんか普通さ、なんか大西さんってさ、こう大人の方から呼ばれるときに大西さんって呼ばれるんだけど、あの先生なんかね、あのずっと私のことなんか大西さんって呼ぶんだよね本当にちょっとイントネーションってね、いつも思うんだけど、なんかそれが可愛いから、あのまだ一回もなんか指摘したことないんだけど、あの先生ね、そうフリーの時会うと大西さんはこっちですよとかね言われてね、おおって感じだね、おお大西さん、大西さんなんですよね。初めて言われたよ。確かに世の中のさ、他の大西さんのこともさ、大西さんって呼んでんのかな。でもクリボさんってさ、こう何人かさ、何人かの先生のなんか総称、何人か先生がいらっしゃって、そのチームの名前がクリエイトボーイさんなんだと思うんだけど、他の先生はあの大西さんなんだけど、そのね、あの表情がすごいさ、可愛くて素敵なそのヒゲのさ、あの方先生には大西さん、大西さんって呼ばれるね。ニャジョイちゃんはこの先生が多いとかあるのかな。え、なんかね、クリボさんの時はだいたいこう一人が来てくださることはあんまなくて、だいたい二人ぐらいで来てくださることが多いんだけど、え、フラジールの時はどなただったかな。フラジールはあのその表情の可愛い先生と、あとなんかこんぐらいのボブの女性の先生かなが来てくださった気がする。あ、せっかさん欲しいっぱいありがとう、せっかさん嬉しい、ペカリペカリありがとう。私さ、もうなんかさ、本当にカラオケしたいんだよね。めっちゃカラオケしたくてさ、でも上咽頭炎がやばいかなと思ってさ、本当にでもカラオケしたいんだけどさ、カラオケしてもいいですか。でもやばいかな、ちょっとやばいかもしれないけど、ちょっとカラオケしてもいいですか。でもちょっとやばいかもしれないな。今日何日、多分ね、また4日後、3日後4日後ぐらいね、またね治療に行かなきゃいけないんだけど、どうしよう、治療行ってさ、なんかあなた悪化してますよって言われてさ、なんかあなた大きい声出しすぎじゃないですかとか言ったらさ、どうしよう。うん、ちょっとね、喉痛くなってきちゃう、やめるわ。でもね、今日はね、割とね、なんか調子がいい気がするんだよね。ちょっとやばそうだったらすぐにやめますでもちょっとカラオケやりたい欲がすごいので、ね、喉に優しい歌でお願いしますちょっとリクエストあったら、ぜひぜひ待ってます。でもいいよ、そんな喉に優しいとか気にしなくていいよ。リクエスト、本当にリクエスト、何でも嬉しいから、何でもお待ちしてます。うん、優しい君がよ国家やん。でも国家でもさ、なんかさ、カラオケ入ってんのかな。ユザルト空白の花だからとて、ノロね、ノロノロマジで歌いたいんだけどさ、入ってるかな。この間ね、ノロノロ見た時ね、入ってなかったんだけどさ、もう入ってるかな。ノロノロが喉に優しいとは絶対に思わないけど、ちょっと歌いたいから見てみる。あー、入ってないやん。なんで入ってないの。ノロノロ入ってなかった。
ラスラス、あ、バンドエイドいいよね。でもバンドエイド歌えるかな。え、ラスラス大好きなんだけど、え、入ってないんだよね。そう、ラスラスのカップリング曲はなんかいろいろ入ってんだけど、マルカとかさ、レクイエムとかさ、なんか春の恋人とかさ、結構入ってんだけど、サミダレよ。偶然シンフォニーとか、確かに偶然シンフォニーあった気がする。歌えるかな。 A メロ B メロとか怪しいかも。ちょっと大丈夫かな。でもちょっと歌ってみようかな。お願いします。君が、君が、なんでもない。これが恋でモジュレーションがテスト中の君初めて見た。この恋は常にフォルティシモ。もう君しか見えない。好きだ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 本当に。君が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 大好きだ。この恋にワンチャンスが来た。好きな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 本当に。
ありがとうございます。嬉しい。あ、カピちゃん、カピちゃんタワーありがとう。白クマさんタワーありがとう。カピちゃん、うん、ね、今日めっちゃ見えたよ。なんかお友達とさ、すごい楽しそうにしてたね。すごい嬉しかった。カピちゃんのことが見えてね、幸せだった。って思ってね、カプチャーの笑顔が大好き。アオさん今日もキラキラアイドルだった。本当？嬉しい。いや、カプチャーがね、会いに来てくれるからキラキラアイドルでいられるんだよ。自分で言うの恥ずかしいけど嬉しかったな。カプチャーの幸せそうな顔を見るとさ、元気100倍、アオパンマンになったよ。偶然シンフォニー、偶然シンフォニーいいよね。カピちゃんと同じクラスになれるかな。カピちゃんと同じクラスになりたい。いつもありがとう。早く会いたい、早く会いたいだよ。今日会えたけどさ、今日会えたけど早く会いたいだよ。幸せ、本当に私もだよ。私も幸せだよ。ありがとう。早く会いた、早く会おうね。お話し会とかも楽しみ、楽しみにしてる。あー、クマ、クマたんがありがとう。カピちゃん大好き、クマよ。ペカリペカリありがとう。嬉しいね。あ、ナナチ姫ありがとう。クマさん、クマありがとう。クマ、ナナチ姫嬉しい。待ってね、あ、ニッチンだ。あ、ニッチンか。あ、この大量の大量のミラーボールを投げてくれたのはニッチンですか。本当にありがとう。もう嬉しかったよ。歌ってる間ずっとミラーボールがいっぱいですごい嬉しかった。本当にありがとう、ニッチン。嬉しいね、キラキラ。ハチビーさんもありがとうね、ミラーボールありがとう。嬉しい。ミラーボールの鍵わからなかった。お財布を、お財布大事ね。ちゃんとあの衣食自由が確保されるぐらいの感じでね。あ、まだ時間あるのでどんどんリクエストお願いします。何でも何でも受け付けてます。イコノイジョイと48さんと坂道さんしか歌えないけど、大丈夫、なんか大丈夫そう。今んとこちょっとやばくなったら大丈夫、やめるから。天使、え、モノポリいいよね。え、モノポリ歌えるかな。にゃ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 。歌える気がしてきた。え、でもなんか歌えない気がするな。歌えるかな。にゃ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 そのせいなんだっけ。にゃ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 、お願いします。ちょっとお試しで、ちょっとやばかったら一番でやめる。お願いします。路沿いの道を自転車で走って、君を乗せた電車を追いかけた。今
今更気づいてももう遅すぎるね。僕の知らないどこかへ行っちゃった。このペダルを立ち漕ぎして全力で向かえば間に合うかな。次の駅優しさを愛だと勘違いしていた。僕は一人浮かれてただけか。みんなに優しい君に腹が立つ。愛は僕のモノポリ。見えない将来手をつなぎ一緒に出くれると思ってた。そう勝手に甘えていたんだ。もう前には君しかいない。独り占めその全て僕だけのものだと思い込んでいたよ。だっていつも君が優しくて誰にも微笑むなんて罪作り。君は僕のモノポリ。声をかけるんだ。そうわかんない。解く前に好きな誰も優しい君は素敵だよ。だけどそれをまだ飲み込めない。優しさを愛だと違いしていい。わかんない。僕は一人浮かれてただけか。みんなに優しい君に腹が立つ。愛は僕のモノポリ。片思いのモノポリ。嬉しい。どうでしたか。ちょっとやばかったかもしれないけど、ありがとうございました。あ、待って、ニッチンまたあの前代未聞のミラーボールタワーでやばい。本当にありがとう。なんか前もカラオケやった時になんかもう前代未聞のミラーボールタワーをやってくれた気がする。本当にありがとう。でもね、ニッチンがね、そうやってさ、褒めてくれる、なんかこう盛り上げてくれるのがさ、ショールームでもライブでもすごいさ、私の励みになってますよ。すごい元気が出るんだ。最近声出なかった分です。そんな、そう確かにニッチに会いたいなって最近思ってた。でも嬉しいよ、今日会えたから。今日来てくれたから、今日も最高です。本当に嬉しい。よかった、ありがとね。ニッチに早く会いたい。ニッチが毎日幸せでありますように。ニッチと最高の夏を過ごせますように。これからもよろしくま、いつもありがとう。ニッチン嬉しいな、ありがとうね。あ、せっかさんブラボー、ありがとう、嬉しい、ブラボー。
はちみさんもミラーボールありがとね、いっぱいミラーボールありがとう。にちゃんいいね、笑ってくれて嬉しいよ、よかったよ。ではでは、あと2曲ぐらいかな、あと2曲ぐらい終わって終わりにしたいと思います。ぜひぜひリクエストお願いします。危なっかしい計画、平石遮断機降りたままの開かずの踏切にだ、にゃ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 。歌えるかも。え、ちょっとやってみてもいい？やばかったらやめる。なんかさ、いや、なんかさ、2番とかわかんないかも。平石ね、一回も歌ったことないかも。ひひひひ平石お願いします。エキセントリックもいいね。え、ちょっとあの平石歌ってエキセントリック歌って今日は終わりにしますお願いします。2番歌えないかも。ママの赤津の踏切みたい、心を閉ざして僕をいつまで待たせるんだ。君っていつも何か言いかけて、結局言葉飲み込むよ。古きが好きなのは知らない誰かになって、本当の自分隠して演じてみたいだけ。今日の生き方も誰かのオフルなのか、どうせまた振り回きチクタクとただ繰り返す無駄な僕たちが塗るんだって主張して、もったいない生産性がないとこつなく青がない。何を放棄したんだ、そして何を諦めたんだ。でもそんなに不幸に見えないのはなぜ。君が気になってしまうよ、雨の臭いその存在って誰も理解できない。ネガティブネガティブネガティブくらい目をしている。そんな器用さを守るには僕がその盾になるしかない。世の中の常識に傷つくのなら僕も買う。僕が炎上してるさ、いつだってそばで立ててやるよ。悪意からの依頼心、いけるかな。え、わかんないかも。本気なりっぱなしで意思なんか通じない、上限せなく乗りすぎるのあくんだろ。続いてるのが自然さ、電車なんかこう一人が楽なの、わかんないかも。
しみに移れないように。こっち側にいるの、あっこいに嘘の価値観だから、きっと目が離せない。ポジティブポジティブポジティブ、君は君のままで、どんな友人だって許容できるさ、気配を消して支える、重箱の隅をつつかれたって僕が相手になってやる。平凡な日々を今約束しよう、愛の広い心。やばい全然歌えなかった、すいません。でもいい曲だな。君は感動のないものだして。ニッチニッチミラーボールたくさんありがとう、本当にめっちゃたくさんありがとう。ハチビーさんもミラーボールありがとうね、嬉しい、ありがとう。エキセントリックはね、結構聞いてよく聞いてた時期あるから歌える気がするんだけどな。ちょっとこれで歌えなかったらやばい。ちょっとひらしいつかリベンジしたいできなさすぎて。じゃあ今日はエキセントリックを歌って終わりにしようかな。お願いします。なんかラップみたいだよ。あーだて言ってた、こいつがこうだろうって言ってた、差し出しのない噂の類、確証ないほど拡散する、意外にああ見えてこうだとか、やっぱりそうなんだなんてね、本人も知らない僕が出来上がって違う自分存在するよ、何が本当なんてどうでもいい、分かってもらおうなんて無理なんだ、倒れていく悪意のドミノ、止めようたって止められない、訂正したとこでまた同じことの繰り返し、もうそういうのうんざりなんだよ。誰もが火山鳥みたいに風の向き次第で、あっちこっちへとコロコロ変わる、世間の声に耳を塞いで生きたいように生きるしかない、だから僕は人にで心閉ざして交わらないんだ。 I'm エキセントリック、変わり者でいい、理解されない方がよっぽど楽だと思ったんだ、人の目気にしない、愛なんて縁を切る、はみ出してしまおう、自由なんてそんなもの、あーだって聞いたよ、本当はこうらしいって聞いたよ、推測だらけの伝言ゲーム、大人たはどこにある、絶対誰にも言うなよ、ここだけの話って耳打ち、漏れない秘密、いつもと素抜けで口が固いやつなどいるものか、もう誰が味方かなんてどう打ってもいい、損得は関係ない、信じる信じない、無責任な友達ごっこ、肯定も否定も嘘も都合のいいようにされるだけ、もうそういうの勘弁してよ、全てがフィクション、妄想だって大人げないイノセンス、嘘とか気まに溢れる世界、綺麗な川に魚はいないと下り顔して誰かは言うけど、そんな汚い川なら僕は絶対泳ぎたく笑い、 I am エキセントリック、変わり者でいい、普通なんかごめんだ、僕は僕でいさせてくれ、経営されたって好きなように生きてくよ、仮面を見たい、同じ色に染まれない、冗談じゃない、興味もない、合わせたくない、そんなにあんなに器用じゃない、普通でいることってなんだ、僕は普通と思ってる、みんなこそ変わり者だ。
せずに変わり者でいい。理解されない方がよっぽど楽だと思ったんだ。人の目気にしない愛なんて縁を切る。はみ出してしまおう自由なんてそんなもの。ありがとうございます。びっくり。わっ、ありがとう。お水うまい。最高だぜ、最高だぜ。うおー、喉大丈夫だった。なんか多分2時間とかやったらちょっとやばいかもしれないけど、こんな4曲ぐらいならいける。じゃあそろそろ11時。明日もね、明日もライブだから、明日も来てくれる方いるかな。あ、待って、日中またもうミラーボール本当にいっぱい、ありがとう。ありがとうね、キラキラ嬉しいよ、本当にありがとう、いっぱいピカリピカリ。明日は来てくれ、あー嬉しい、本当に、あーありがとう、頑張るんば、楽しみだね。はい、じゃあそろそろランキングを読んで終わりにしようかな。ではでは13位からいきたいと思います。13位、受かってん、ありがとう、受かってん、ありがとう。そして12位がマッツン、ありがとう、マッツン、ありがとう。そして11位がショウさん、ショウ from 北海道さん、ありがとう。そして10位がチヨちゃん、ありがとう、チヨちゃん、ありがとう。そして9位がディバさん、ありがとう、ディバさん、ありがとう。そして8位がゆさん、ありがとう、ゆさいち、ありがとう。そして7位がまささん、ありがとう、まささん、ありがとう。そして6位がダンゴムシさん、ありがとう、ダンゴムシさん、ありがとう。そして5位がハチビーさん、ありがとう、ハチビーさん、ありがとう。そして4位がカピちゃん、ありがとう、カピちゃん、ありがとう。そして3位がエミヤさん、ありがとう、エミヤさん、ありがとう。そして2位がせっかさん、ありがとう、せっかさん、ありがとう。そして1位がドロロ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 ロニッチンです、ありがとう、ニッチン、ありがとう、嬉しい、ありがとうございました。コメント、うん、名前をお呼びできなかった皆さんもたくさんのコメントやギフトありがとうございました。ではでは、明日会いに来てくださる方は明日楽しみにしてるね、ありがとう。ではでは、バイバーイ、おやすみ、みじゃみー。